がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説には中西哲夫さんをお迎えしています。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。いよいよ試合開始です。果敢にスライディング。さあこのまま攻め上がれるか。出た。さあここからどう攻める。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。スペースができている。中に絞ってきた。センタリング。つながればチャンス。スローインです。ハンドル。これはコーナーキック。さあチャンス到来。さあここからどう攻める。スローインです。おっとファールを取られました。おっとこれはイエローでしょう。気をつけてプレーしないといけません。キーパーが壁の枚数を指示しています。コーナーです。狙いすぎたようです。前半戦終了です。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は0対0。さあ中西さん、ここまでの試合内容を振り返ってどうでしょう。そうですね、もっと早い展開の攻撃を意識してほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。後半戦キックオフ。キラーパスになるのか。ミドルシュート、取り損ねた。コーナーキックになります。
多彩な攻撃を見せてくれるか。ボールを下げます。おっと、ここからシュート、キャッチできない。さあここからどう。ゴール、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール。素晴らしいゴールです。先制点を挙げました。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ。まさに神業と言っても過言ではないこの。気をつけなければいけません。これは危険だ。さあここからどう攻める。走り込んできた。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。スペースができている。決めることができない。さあどちらがボールを支配するのか。試合時間は75分が過ぎました。ここでカット。さあどちらがボールを支配するのか。選手の交代です。さあチャンス到来。ここで試合終了の笛が鳴りました。虎の子1点を守り抜きました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。はい、非常に見応えのある試合でした。なるほど、どうもありがとうございます。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。